ワシャクトゥンは、グアテマラのペテン県にある古代マヤの遺跡。千古天気から古天気の長期間にわたって、都市として使われた。ワシャクトゥンはペテン地方の中心地だった、ティカルの2 4トル北に位置する。ワシャクトゥンという名前は、八の石を意味し、石碑9号に、定置マヤ遺跡で発見当時最も古い長期歴の、日付である8.14,10.3,15の日付が、 刻まれていたために、シルベイナスモーリーによって命名された。なお、その後さらに古いティカルの石碑29号が発見された。20世紀初めにアメリカ合衆国でチューインガムが流行し、原料のチクルを採集するチクレロと呼ばれる人々が森に入ってマヤ遺跡に出会うことがあった。これは遺跡となる前のマヤの町でサポジラを栽培していたためである。 ワッシャクトゥンもその一つで、モーリーはチクレロから情報を収集した。ワッシャクトゥンは、モーリーによって1916年に初めて報告され、モーリー率いるカーネギー研究所が1924年から1938年にかけて発掘した。ワッシャクトゥンは大規模な発掘が行われた最初のマヤ遺石だったが、その発掘方法は後に批判された。 1980年代から1990年代にかけて、フワン・アントニオ・バルデス率いるグアテマラ国立考古学研究所によって新たな発掘が行われた。1982年にワシャクトゥーンはティカル国立公園の一部になった。ワシャクトゥーンの遺跡はその位置によってグループ A から H までに分けられる。中でもグループ E と H が最も古い。 グループ E の東側には南北に3つ並んだ建造物があり、これは西側の観測用建造物から見て、当時、下市、春分、秋分の太陽の位置を知るための意味を持っていることを1924年にフランス・ブロムが指摘した。和クトゥンはマヤ中部の土器研究に関する標識遺跡になっている。宮殿 B13 の壁画の模写。左の手置きは肝心に、 標準の意を表す。マヤ人はシャクトゥーンは先古天気中期にすでに建造物を建て始めた。グループ E の建造物が最も古い。グループ H は紀元前150から100年頃から西暦250年頃まで使われ、その後50年間ほどは再びグループ E を使用した。300年頃、西に位置するグループ A に移転した。 マヤ文字を記した石碑はこの時代に出現した。和ゥン最古の日付を刻んだ石碑9号もグループ A に属する。378年、ティカルを征服したテオティワカンの将軍と思われるシアフカックは和ゥンも征服し、新王朝を開いた。和ゥンの王族は殺され、王はおそらくティカルに連れ去られて、生贄ににされた。この事件は、 石碑5号と後世に作られた石碑22号にも記されているが石碑5号の人物はマヤとは異なる様式で描かれている。和ゥンは古典期の初めまではティカルと並ぶ勢力を持っていたがシアフカックの征服以降はティカルに従属しその後の政治的運命をティカルと共にした557年から702年の間に石碑のない暗黒時代が訪れるのも 光ると時期を同じくする。他の中央マヤの都市と同様、和尺トゥンも旧世紀に入ると衰退した。長期歴の日付は、石碑12号の10.3、0.00を最後に途絶えている。ありがとうございます。